ここからはゲストと共にお届けしてまいります。今回お越しいただきましたのは赤目山水園の小川直美さんです。よろしくお願いいたします。このね、なまりに住んでらっしゃる方だと赤目山水園もしかしたらねご存知の方も多いかもしれないんですけど、この赤目山水園、はい、私としてはこう温泉とかお食事とか宿泊ができるところという認識なんですけれども、はい、どのような場所なのか教えていただけますか。はい、あの赤目町橿原ですので滝までも行かないんですけれども、その手前に離れに立っております旅館でですから、まあ、宿泊、温泉、お食事、ご宴会等にご利用いただいております。はい、そして今日はどのようなお話をしに来ていただけたのでしょうか。はい、まずなんですけれども、玄関のかやぶき屋根が新しくなったのを皆様にちょっと お伝えしたくてまいりました。はい、パンフレットにも載ってるんですけれども、このかやぶき屋根を半世紀ぶりに新しくしていただきまして、このパンフレットの、ね、屋根、はい、すごく綺麗ですけど、す、ね、前はどんな感じだったんですか。前もこの茅葺きだったんですけれども、今ねこの茅葺きをしていただける職人さんというのが本当に少なくて、はい、あの名張の瓦屋さんにご紹介いただいたんですけれども、京都の三山からわざわざお越しいただきまして、はい、で丁寧にすごく職人さんなんですけれども、あの茅の吹き替えがすごく綺麗でしたので、うんうん、ぜひ皆さんにご覧いただきたいと思いまして。はい、はい、パンフレットちょっと見せていただいていいですか。はい、いやすごく綺麗美しいですよね。であんまりこの見ない屋根ですよね。そうですね、昔はねこの茅葺き屋根は田舎に行けばたくさんあったんですけれども、うんうん、見る機会が本当に少なくなりましたので、当然その職人さんというのもいらっしゃらなくて、やっぱりこう維持したりとかお手入れとかが難しいものなんですかね。そうですね、おそらく維持管理が大変なんだと思いますね。はい、はい、そんな珍しいね屋根を見ることができるということですので、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、でその他にも、はい、いろいろ新しいものができたんですよ ね、 あのキャンプサイトが整備されました。はい、以前はあのちょっと古いトレーラーハウスが置かれたままだったんですけれども、うんうん、それを撤去しまして新しくキャンプサイトとしてオープンいたしました。はい、どのようなポイントが新しいポイントでしょうか。はい、キャンプサイトですからご自分で、はい、あのテントをお持ちいただいて張っていただくんですけれども、うん、そのキャンプサイトの横でバーベキューをしたりとか、あのキャンプを楽しんでいただきまして、楽しそう、いいですね。そうですね、そこにもう一つプラスといたしまして、うんうん、あの旅館ですから温泉がありますので、はい、その温泉をご利用いただくこともできます。あ、そうなんですか。はい、キャンプ場を利用しながらも温泉も入れるっていうことですので、キャンプ初心者でこうお風呂に入らない環境がちょっと慣れないわっていう方とか、ね、まあね、女性の方とかもね、あのおすすめなんじゃないかなと思います。特にご宿泊、うんうん、あの旅館ですからもの常時温泉はありますので、キャンプ場をご利用いただいた方は半額でご利用いただいております。半額お得ですね。はい、いや今ねアウトドア流行ってきますからね。そうですね、季節を問わず皆さん、うんうん、あのキャンプされてますので。そうですか。はい、でもやっぱりこの最近ちょっと涼しくもなってきたので、はい、夏よりかは利用者増えたとかそういう感じはないですか。あ、夏は夏で皆さんねバーベキューをしたりとかされてると思うんですけれども、うんうんうん、寒い時期でもあの星空が大変綺麗ですので。なるほど。はい、あのソロキャンプで一人でキャンプされてる方もいらっしゃるぐらい。多いですね。はい、じゃあやっぱりこの赤目山水園の敷地の中でのキャンプだから、はいはい、まあ、ソロでもちょっと安心して楽しめるということなんですかね。はい、特に高台にありますので、はい、あの景色は山の景色を、はい、十分にいいですね。これからね寒さが増せば増すほど星空がね澄んで綺麗に見えますし ね、 で、 ね、はい、で先ほどねあのバーベキューとかもできるよってお話だったんですけれども、
バーベキューの他にもなんか焚き火とかってもできるんですか？あ、それは皆さん今おそらくお持ちの方はよく、うんうん、焚き火をして炎を見ながら、焚き火も OK と、ね、いうことなんですね。はい、あ、いいですね。こう火をちょっと使うのはちょっとっていう、ね、多分施設も多いと思うんですけれども、うん、はい、まあ、自然を楽しみながら焚き火、はい、バーベキューもできるとなっています、はいはい、料金っていうのは平日で1区画で4400円ですね、はい、4400円 で、はい、でこの、ね、キャンプサイト利用する方でに、はい、何かこう注意してほしいこととかってありますか？そうですね、ゴミ等はやはりお持ち帰りいただきたいというのと、うんうん、やっぱり何もない平坦な土地ですので、あ、そのまま、キャンプ、キャンプファイヤーとかしていただいてもきれいにして お帰りいただけたらなと思っております。はい、皆さんね、ルールを守って楽しんでいただきたいと思います。はい、ぜひねキャンプサイトを利用しつつ温泉も、はいはい、楽しんでいただきたいと思うんですけど、あのお手洗いとかもあるんですか？あ、はい、調理をしていただくところの水道ですね、うんうんうん、あのトイレはキャンプサイトのところに設備ございます。いいですね、はい、お手洗いもあってね温泉も入れるということなので、はい、本当に初心者の方にも安心して楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はいはい、さあキャンプサイトのねお話を伺いましたけど、その他にもまだまだ新しい取り組みがスタートしたそうですね。はい、去年からワンちゃんと一緒に泊まりいただける離れの客室もオープンしておりまして、うんうん、はい、別邸カワセミの里という名前で、ワンちゃんは今や家族の一員ですので、はいはい、そういった方で大変ご好評いただいております。別邸カワセミの里は、はいはい、ワンちゃん専用のもう客室って感じでいいんですかね？ワンちゃん専用、そうですね、ワンちゃんと一緒にお泊まりいただける、うんうんうん、まあ、ワンちゃんはちょっと小型犬7キロまでに限らせていただいてるんですけれども、ワンちゃんと一緒に旅行一緒にお泊まりいただけるということですね。はい、このワンちゃんたちと共に泊まれる客室ということで、はい、何か こだわったこととかってありますか？そうですね、床材がワンちゃんの爪に優しいカーペットを敷いてあるとか、うん、そうですね、あ、そういうのがあるんですね、はい、柔らかいものなんですか？普通のフローリングだったら滑ってしまいますので。確かに、はい、滑っちゃいますもんね、うん、つるつると。はい、ワンちゃんが怪我しないようにふんわり素材の優しい床となっているそうです。はいはい、他にも何かこだわったポイントありますか？そうですね、うんうん、ま、環境が大変山の中でいいですので、はい、ワンちゃんには多少吠えていただいても慣れない環境で、はい、でも大丈夫のようにされております。うんうんうん、そうですよね、はい、ワンちゃんは吠えちゃうものですけれども、で、ね、自然豊かということなんです。多分散歩とかも、ね、楽しめるんじゃないかなと思います。はい、うん、ちなみにワンちゃんこれ何匹まで泊まっていいとかありますか？一応2匹まで。2匹まで、はい、大丈夫です。わかりました。はい、で宿泊ということなんですけど、はい、ワンちゃんのお食事とかも出るんですかね？ワンちゃんのお食事はね、申し訳ないですが、ちょっとそのワンちゃんによってお好みが、うんうん、そうですね、ありますので、お食事はお持ちいただいております。はい、ワンちゃんのお食事は持参で、はい、人というか、ね、そうですね、大人の方のお食事は、はい、あるご準備、はい、させていただいております。はい、わかりました。それではね、このワンちゃんと泊まれる、ね、宿泊できる場所っていうのは多分結構レアだと思うんです。そうですね、ですからやはりご遠方の方も遠くからお見えいただいてますの で、はい、まあ、でもそれに限らず、市内の方も旅行気分を味わいながらワンちゃんとね、お過ごしいただくためにぜひお越しいただきたいと思っております。はい、ではね、泊まる方に注意してほしいことだとか、あと、ま、泊まるワンちゃんへの条件とかっていうのはありますか？そうですね、条件は一応小型犬ですから7キロまでのワンちゃんでお願いしております。そうですね、何かこうワンちゃんの、まあ、体調とか何か条件に含まれてたりしますか？まあ、一応しつけのできているワンちゃんでお願いしてるんですね。はい、はい、ね、バイキングとかそういうことが
なるべくないようにお願いしております。粗相があった場合はご自身で拭いていただくように、はい、そのぐらいでしょうかね、はい、まあ、でもなんかワンちゃんにとってもお家と変わらない、うん、そうですね、環境って感じがしますね、はいはい、ぜひねワンちゃんも家族の一人ですからね、はいはい、一緒に旅行を楽しんでいただきたいと思います、はい、そして最後に、はい、これは何ですか、謎飯。そうなんです、名張は江戸川乱歩誕生の地なんですね、うんうん、で今年その江戸川乱歩さんの作家デビュー100周年の年にあたります。また来年6年は生誕130年の年になりまして、はい、向こうその7年平成7年ですねは没後、60年の節目ということで、いろいろ乱歩さんの年にずっとなっておりますので、はい、名張商工会議所女性会の方の方から謎飯というものを提案されました、うんうん、最初謎飯って聞いてどうしようかなと思ったんですけど謎飯ってそうなんです、本当謎に難しいんですよね。ただ、うん、赤目地区は、うんうん、赤目町滝明かりプロジェクトというのがございまして、はいはい、特に赤目の滝を竹を使った赤メンマというものを作っていただいたんですね、うんうん、それですからその素晴らしい材料食材をなんとか生かしたいなと思いまして、考えさせていただきました。はい、謎飯、はい、今出てきましたね、赤メンマが入っているということなんですけど、はいはい、全然まだ想像がついていなくてどういったものなんでしょう。メンマですからよくラーメンとかに入っている竹なんですけれども、うんうんうん、それを塩漬けしていただいたんですね、はい、で江戸川乱歩の怪人二重面相をイメージしまして、はい、黒かなと思いまして、うんうんうん、黒の食材をなんとか、謎飯にかけて作っていきたいなという気持ちがございました、うん、黒の食材で思いついたのが黒海苔を使った巻き寿司だったんですね、うんうん、はい、で巻き寿司の中に入れるお米も伊賀米にこだわりまして、うんうん、名張の赤米黒米を混ぜ込んだご飯ですね、そこに、赤メンマ、はい、ただメンマは白かったので、うんうん、それを辛くならないように味付けして黒くすぐとことん黒にそうそうなんですよ、作らせていただきました、はい、それで、はい、怪人二重面相のマントというのは黒いんですけれども、うんうん、中は赤なんですよ、うんうん、はい、今日の私の洋服のカラーに本当ですね赤と黒にこだわりまして、はい、で赤って何かなと思ったんですけれども、まあ、ちょっと火を通すと変わるんですけれども、うん、伊賀の食材は伊賀牛を思いつきました、はい、赤ですね、そうなんですよですから伊賀牛の、を使いまして、はい、彩りにね、うんうん、はい、それでローストビーフをお寿司の中に入れる豪華ですね、そうなんです、入れさせていただきました。で彩りにもうここまでこだわったんだから産地特に三重産にこだわろうということで、うんうん、愛の卵さん、はい、愛の卵ですねと、名張の小松菜を彩りに入れさせていただいて、うんうん、調味料もハサメ酢を使ったりとか三宮の料理酒を使ったりとことん名張三重県というものにこだわったお寿司を作らせていただいております。はい、こう色にもこだわったし、はい、その食材の美味しさにも ね、はい、しっかりとこだわってあるこれ謎飯、はい、乱歩巻き、はい、乱歩巻きと名付けさせていただいて、はい、三数園では懐石の中の一品としてご提供させていただいております、うんうん、へー、そうなんですね、はい、お客様の反応とかどうですか。そうですね、見た目ちょっと黒いんですけれども、ま、召し上がっていただくと大変お肉も入っておりますし、赤米とかもちょっともちもちとした感じで普通の巻き寿司とは一味違う、そうですよね、はい、形
して、はい、ご好評いただいております。小川さんも食べました？あ、もちろん毎日のようにいただいて。毎日のようにハマっちゃって。そうですね、飽きないんですよねお寿司って、はい、でもこんだけね食材も入ってるから、はい、なんかこう毎日食べてても確かに飽きなさそうですよね。そうですね、はい、これはどこで手に入りますか？購入することとかもできるんですか？ですから懐石料理の一品としてうちは提供させていただいてるんですね。じゃあ何かこうお土産にとかはまだ。そうですね、まだそこまでは。そうなんですね、はい、ぜひねお客さん、こう、これを聞いた方はね、はい、お客様として食べに行っていただいて、はい、ぜひお土産にと言っていただきたいと思います。はい、ここまではね赤目山水園の新しい取り組みなどをね、はい、伺ってきました、はい、それではこれをお聞きの皆様に最後に一言お願いします。はい、これから特に寒くなりますので、うんうん、温泉等にご利用いただくのは変わらずさせていただいております。最初に申し上げましたように玄関のかやぶき屋根も身がてら温泉にゆっくり使っていただけたらと思いますし、謎飯も始めさせていただきました。後ろにかかってるんですけれども、謎飯をされてる他の業者お店もあると思いますが、そういったところも巡っていただいて謎飯比べなるものもしていただけたらなと思っております。はい、ありがとうございます。最後に、ね、お話しいただいた謎飯、私もすごく気になりますのでね、はい、ぜひこの名張の新しいソウルフードみたいに、そうです、ねね、なってほしいなと思います、はい、今日はねいろいろ教えていただきありがとうございました。ここまでは赤目山水園の小川直美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。あっちどっちそっち ABS